はい、ヨイタのニュースチャンネルです。聴取などに掲載された良いニュースや楽しい話題を皆さんと共有していきたいと思います。もし気に入っていただけましたらグッドボタンでしょうか、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。はい、2020年、寅年ということで、新たなこの、なんとか院ですね、御朱印ですとか、御上院ですとか、そういったの院を企画しているこうサイトといいますか、あの団体がいろいろありますので、まあ、ツイートとですね、新聞記事と合わせて紹介していきたいと思います。はい、まず最初はこちら、福島民報からです。御朱印でにぎわいを、これは志倉諏訪神社でしょうか、毎月違った絵柄デザイン、福島祝来てありますね、こちらです、記事に行きます。はい、福島県いわき市の、これは志倉諏訪神社でんでしょうかは、初詣客のための御朱印作りに呼ばれている、神社の鈴木美香さんが、中心となり、初稲荷と江戸の虎がモチーフのだるまを描いた2種類を準備している、これだけで大変な1年になった、来年は多くの人が笑顔になる年に、なってほしい、一枚一枚に願いを託すと、こちらですね。はい、美香さんは同市横倉町志倉町でしょうか出身、東日本大震災や少子高齢化の影響で地域から年々活気を失慣れていると感じている、地域活性化のために自分にはできることがあるのではないかと得意な絵を生かそうと考えた、毎月違った絵柄デザインし消しゴムに彫る、ゴミ印ですね、細かな絵は筆で描く、これまで春は桜、夏は花火など季節感があふれる絵柄を仕上げてきた、御朱印は40種類程度になった、夫で宮司の宮司さんが夫なんだなるほど、その奥様というわけですね、夫の、信之さんも作業を手伝う、今月はどういうデザインにしようかと頭を悩ませると決まる、御朱印を手にした人から可愛いと言われるとやりがいを感じる、御朱印が欲しいという人が神社に集まってくれるようにし、地域のにぎわいにつながってほしい、孤立を大切に思う気持ちを彫刻と思つに込めるということですね。まあ、こんな感じちょっと拡大してみますと、まあ、こんな感じですね。まあ、こちらで、まあ、こちらは椿でしょうね。で、こちらが虎ですか。これ、だるま。まあ、こういう感じのものが毎月、月替わりで出ますよということになりますね。なかなか凝った感じな、デザイン。色柄もこうカラフルですし、なかなか面白いなという感じですね。はい。では続きましてこちら、上毛新聞からです。こちら、御朱印で詐欺を防げ、明日から12種類を配布、年末特別警戒で前橋署という感じですね。はい。まあ、御朱印と、朱は朱色の朱なんです。こちら、守るということで御朱印ということですね。基準でいきます。年末特別警戒を前に群馬県警前橋署は、特殊、詐欺被害防止を呼びかける御朱印を制作した、神社の御朱印を模し紙の質感にもこだわった仕上がりで11日から31日の特別警戒期間中同署の管内11の交番駐在地の計12カ所で来府者に配布する、城巡りの証となる御城印などが注目を集める中幅広い人に関心を持ってもらおうと、同署員が考案した、県警では初めて全国でも珍しい取り組みだという、県民を守るという意味が込められ群馬県を象徴する鶴、前橋市を代表する赤城山県民警察の局事書がデザインされた、暗証番号は誰にも教えない、家族にだけ分かる合言葉を決めておくなど配布される12カ所ごとに異なる啓発が印字されている、防犯意識を高めることに加え各所を回って警察官交流してもらうことで相談しやすい環境づくりを目指す、期間中の9月、午前9時から午後5時までの間同社の受付と各個番駐車場の、他に控え券を設置する、控え券を入手した場所でそれぞれの御朱印を受け取るのが原則だが同社に参して生活安全課の窓口なら受け取ることもできる、あ、そうですね、こちらも31日までということでもう終わっちゃってるんですけど、まあ、こういうのがありましたよということみたいですね。はい、ちょっと拡大してみますと、なかなかこうシンプルですけども、なかなかこう凝った感じのデザインになってますね。まあ、鶴ですとか、こうしたのが、こうね、あとコメントとかそういったのが、これをちょっと年末だけにしてるのはちょっと残念ですね。新年も配ってほしいものなんですが、なかなか難しいのかもしれません。まあ、予算もありまして難しいかもしれませんけど、ちょっとこういうのを継続して、催してほしいなというふうに思います。はい、では続きましてツイートですね。こちら、まずこちらです。はい、こちらは、亀学寺、木学寺ですか、木学林万象寺というんですか、まあ、こんな感じで1月限定の御神の案内が出ています。なかなかカラフルな感じになってますね。はい、観音様でしょうか、まあ、こういう感じのやつですが、入っててますね。はい、続きましてこちらが、銀座の蔦屋書店日本文化からですが、こんな感じで、まあ、トラッシュはこちら、書店員でしょうか、御書院、書くという字ですね、御書院ということで、こんな感じで、あの書店などが企画している御書院ですね、まあ、こういう感じが出ますよということで、虎が、こちらも虎の、古い感じですが、まあ、こういう感じの、御書院が企画してあります。はい、
つまりこちら、白人さんからですね、こんな感じで、こちら岡崎城ですか、なかなかかっこいい感じで、こうブドーンとこう虎がデザインされたもの、岡崎城の御朱印、こんなの出ますよということなんでしょうね。はい、1月1日から岡崎城が、令和4年、新州限定御朱印を知り上げて、ね、両府開始ということになってますね。こんな感じになってます。はい、では続きまして、こちら、かやぶきんちゃんから、こちらも五条院ですか、こういう感じで、まあ、出ますよということですね。なかなかかっこいい感じ。やっぱりこちらも虎がデザインされている形ですね。こんな感じになってます。はい、虎年バージョンです。はい、では続きましてこちら、今宮俊夫さんという方、大分県一心寺住職時々プロデューサーということで、お正月から対応する、自覚期御朱印ですというのがこんな感じになってます。でここのですね、この、まあ、一心寺と、まあ、全国各地なんですが、こちら大分県の一心寺です。でこちらですね、サイトを見ますとですね、こんな感じで一心寺、まあ、桜がやっぱり綺麗なんですけど、それとも、ね、先ほどのサイトありましたけど、こういった萌えタイプの、御朱印というのも結構力を入れていまして、それからこちらですね、この宮宮俊夫さん、住職時々プロデューサーとありましたけど、こんな感じでですね、少し下の方へ行きますと、こんな感じです。こちらが、住職、今宮俊夫さん、まあ、住職兼プロデューサーということなんです。先ほどありました通り、こういった萌えタイプの子にも力を入れていまして、こういう感じでこう、御朱印を作ったりですとか、あとですね、もうちょっと下行きますと、まあ、桜は桜で綺麗なんですけど、こちらですね、これですか、コスプレしての撮影ということで、このコスプレイヤーに対してもこんな感じで、撮影、まあ、公開しているとおかしいんですけど、こういう感じでコスプレイヤーの撮影などにもこう温かな感じで、開放しているという感じのです。こんな感じですね。これなかなか綺麗ですね。八重桜がこう散った感じ の, こうあの花言い方、あの桜が散ってですね、池とか、川の水の花言い方というのはこちらなんでしょう。八重桜のこのなんて八重桜絨毯というか、あ、花びらの絨毯って書いてありますね。八重桜がこんな感じで散っているのまるで絨毯のように、ピンク色の絨毯のようになってます。あとこんな感じで桜が散る中、撮影もできますよということになってますね。こんな感じになってます。でもなんかこういった感じで、あの萌えイベントなどにも力を入れているお寺ということで、まあ、住職者自らこういう感じで、アピールしている、なかなかこういう感じで取り組みは面白いかなというふうに思います。ただあんまりこう知られてない、まあ、場所が場所、大分県、これが例えば関東近辺とか大阪近辺とか別のが大分県ということで、誰が通いづらい、これですね、場所にあるものの一員かもしれませんが、このこういった感じでちょっと近くにある方、訪れてみてもいいかもしれません。こんな感じでコスプレとかですね、こういった感じで、萌えイベントなどにも力を入れているというお寺、変わった感じのお寺になってます。こんな感じですね。これですね、こんな感じで御朱印など通販もあるようですね。こちら申し込んでみても面白いかもしれません。はい、こんな感じで各地でこんな感じで変わった感じの、まあ、御朱印、御城印ですとか、御所印ですね。あと、こちらが御朱印ですね。警察官、まあ、こういう感じでいろいろあります。虎年ということでありまして、やっぱりこう心機一転、力強い感じの、なんとか、企画しているところが多いようですね。こちらも楽しみにしてみてはいかがでしょうか。はい、では今後もこうした形で聴取などに掲載された良いニュースや楽しみを皆さんと共有していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今回はここまでです。ありがとうございました。